国鉄485系電車、ジパングジパングジパングは、東日本旅客鉄道が2012年から保有している鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。ロゴ入りサボ485系電車を種車に改造され、東北地方の歴史と自然と2011年に世界遺産に登録されたばかりの平泉への機体をデザインし、落ち着き、 重厚感の中にあるさりげない高きらびやかさをテーマとしたジョイフルトレインで2012年4月から6月まで開催された岩手デスティネーションキャンペーンに合わせた JR 東日本森岡支社の新しい観光列車として同年4月1日より運行を開始した2021年8月31日に同年9月26日に通常運行を終了し10月10日に ラストランとなる団体専用列車を運行する予定であることが JR 東日本から発表された。2012年に郡山総合車両センターで改造工事を施行し森岡車両センターに配置された。このため先頭車2両は屋根をドーム状都市冷房装置は AU714 型集約分散式を車端部屋根上がりに搭載するが、 中間車2両はモハ485の3014が AU13 暗型分散式を五機、モハ484の3014が AU71A 型集中式を搭載するなど、構え体には違いがある。塗装は黒色を基調とし、先頭車には華やかさと雄大な自然をイメージした鐘と緑でジパングロゴマークが描かれる。岩手デスティネーションキャンペーン開催中は、 森岡一ノ関間で平泉世界遺産号のほか、一ノ関水沢間の世界遺産リレー号や一ノ関北上間の天勝寺桜号にも充当された。キャンペーン終了後は2021年現在森岡一ノ関間を一部指定席で日に一からに往復するジパング平泉号のほか、全社指定席で仙台発着となる仙台。 平泉世界遺産号にも重当このほか東北各地へ団体臨時列車や森岡市社内の臨時列車として運行実績があり、2017年からは毎年4月上旬の土日に仙台市社へ貸し出され、ジパング花巡り号として仙台氷山間で運転された。また年末の忘年会シーズンには森岡一の席で片道運転される。 ジパング忘年ライナーといったホームライナー的運用にも重稿実績がある。ありがとうございます。